どうもお疲れ様です。世の中にはたくさんのサービス残業がありますけども、まあ私思うにね、サービス残業ってサービス残業をした人の得になるばっかりなんじゃないかなと思うんですよ。まあただしね、やりたくないサービス残業をいろんな理由つけて無理やりやるのはあんまりお勧めしません。まあというのがね、サービス残業って別に本人が希望しなければプイって帰ればいいわけでしょ。正当な権利を主張して、でそれによって出世の目がなくなるとか会社の雰囲気がね悪くなるっていうのは別に選択の問題だと思うんですよ。サービス残業全くしなくても出世できるような自分の実力とか人柄であればいいわけでしょ。でサービス残業しないと出世しないようなところに依存している自分の立場は何なんだってことだと思うんですよ。でその上で申し上げたいんですけども、サービス残業がなんで自分のためになるかっていうと、だって会社の電気代とか会社の資源を使って言ってみれば無料で修行ができるわけじゃないですか。だから経営者になってみてね、もうサービス残業って概念がなくて、それこそ寝てる間だって仕事のことをやったり考えたりするわけですよ。じゃあ自分が休日ですとか言って2泊3日でね温泉旅行行きました、会社のこと全く考えずに仕事のことを全く無関係でできるかっていうと、そんなことはなくって、現場から連絡が入れば対応しなくてはいけませんし、場合によっては家族旅行を中止して自分だけ現場に戻らないといけないかもしれない。あとはね、のんびりと温泉旅行を楽しむ中で仕事に使えるアイデアを見つけたら、やっぱりそれを持ち帰ってね自分のビジネスに使うと思うんですよ。っていうことはそれは仕事の一部じゃないかっていう捉え方もできるんですよね。でも経営者っていうのはオンだろうがオフだろうが全部自分の資源ですよ。残業なんてしてオフィスに電気使ったら電気代ってのも自分で払わなくちゃいけませんからね。でも経営者じゃなかったら社員ってのは自分が電気代を負担するわけでもなく、自分が会社のオフィスの賃貸料を残業した分だけ負担させられるわけでもなくって、場合によってはね残業代までもらえちゃうみたいな感じでしょ。しかも残業で培った力っていうのは会社の力になるんじゃなくて、その会社を辞めた後も自分の中にずっと宿るわけじゃないですか。結局サービス残業をしたら損だって思う人は一番損なんじゃないかなと思うんですよ。じゃあサービス残業せずにね帰ったら出世の目がなくなって、で他の人との関係も悪くなって、で仕事にかかる時間が少ないですから自分の実力も伸びないと、何なんでしょうね。それでいいんだったらそっちを選べばいいと思うんですよ。正当な権利ですからね。でもやっぱりサービス残業っていうふうに客観的には見られるかもしれないけども、仕事が終わった後も少しでも自分の力を高めて数年後の自分がねより良い立場になるように、言ってみれば自分に対して投資、これをしてるんじゃないかなっていうふうに考えられるんですよね。で自分が若い頃にサービス残業をたくさんして出世したから、サービス残業しなくてもいいような仕組みが作れないかなっていうふうに考えることもできますよね。まあ仮にサービス残業をするとしたら、じゃあ3時間サービス残業してくれたら夜食をね会社から出そうかみたいなことをして、皆さんとのね関係を保っていったりとか、あとはサービス残業に適正な賃金をつけることによって残業で会社が金銭的に得することがないようにね、ちゃんと残業してくださった方にはサービスにならないように対価をお渡しするみたいなねことをするとか、そもそもサービス残業するんだったら相当利益を伸ばさないといけないけど、サービス残業した挙句会社が赤字っていうのだったらもう残業なんてするなと、事業をやめましょうっていうふうに考えを変えていかなくちゃいけないかなと思うんですよ。そうやっていろいろ考えられるようになるんじゃないかなと思うんですよ。単なる労働が続いてめんどくさいなと思ってたらこんなアイデア生まれないと思いますけども、どうせねサービス残業するんだったら改善はどうやったらできるだろうかっていうふうに、残業してるからこそ見える景色ってあるんですよ。プイッと変えちゃったら見えないでしょそれが。だからそういうふうに自分を鍛えるやっぱり糧になるんじゃないかなと思いますよね。まあ結局それが自分の人生だったことですよ。サービス残業ね、なんかね違うんですよね。一社員といえどもその会社の全体の状況を良くするためにはサービス残業をしても全然無駄にならないと思うんでね、そういうふうに考えていくことはできないでしょうか。それでは。